新聞のコラムの音読を行います。2021年1月7日木曜日、三経名のコラムの音読を行います。今日の表題は次のように決めました。なぜ今日本は医療崩壊の危機か。いよいよ緊急事態宣言が本日決定される。新型コロナウイルスの新たな感染者が東京では昨日過去最多の1591人となった。宣言の対象地域となる首都圏の医療体制の逼迫を考えればやむを得ない措置である。ただどうしても頭を張られない疑問がある。感染拡大が止まらないといっても、北米諸国に比べれば感染者数、死者数ともに桁違いに少ない。一方、人口当たりの病床数は世界一を誇っている。そんな日本がなぜ医療崩壊の危機に直面しているのか。ヒントは北欧のスウェーデンにあるそうだ。私たちは新型コロナへの対応に失敗した。去年末のカール16世、グスタフ国王による異例の発言は反響を呼んだ。この国はロックダウン、都市閉鎖を感染対策の切り札とする欧州各国とは違う緩い規制で対応してきた。その結果、人口当たりの死者が近隣の北欧諸国に比べてはるかに多くなっているのは事実である。ただし医療現場にはまだまだ余裕がある。病院同士の連携や機能分担がスムーズに行われているからだ。病院のほとんどが自治体による効率という事情が大きいと、医療ジャーナリストで医師の森田洋介さんが指摘する。一方、日本では病院の約7割が民間病院である。つまり厚生労働省も日本医師会も病院に指揮命令する立場にない。それゆえコロナ患者を受け入れた病院は医療従事者が疲弊し、別の病院では患者が来なくて困るという現象が起こる。日本の医療の不都合な事実。飲食店などが営業時間の短縮要請に応じなかった場合の罰則導入も必要だろう。同時に急がれるのが、限られた医療資源を効率的に活用できる仕組み作りである。自衛隊の医療支援に頼ってばかりもいられない。令和3年1月7日木曜日、三経名の音読を終わります。また明日音読を行います。